今日はビジネススキルの日やけど、プライベートでも役に立つ話をしよう。ビジネスでもプライベートでも役に立つことですね。どんな話ですか？口が達者な人、簡単に信用しない方がいいよ、という話やね。面白いですね。そういうのが来るとは思ってませんでした。でも、確かに口が達者な人って、大抵怪しいんです。そうなんよ。相手がまだ話している途中でも、平然と被せてくる人とか、早口でまくし立てる人とか、やけににこやかに流暢に話す人とかね。私の中では、全部怪しい人間として認識しているし、何かよからぬ目的があって、相手を説得しようとしているなと感じる。話をかぶせてくる人ってどうしてダメなんですか？そういう人って基本的に相手を小バカにしてるんよね。自分が正しい、相手は自分よりバカと思っているから平気で人の話にかぶせられるんよ。嫌な人ですね。でも今思い出してみただけでも3人は思い浮かびますけど、全員確かに自分が一番って思ってる感じがします。そういう人間が相手のことを思った行動をするとは考えにくいから、原則として利己的な人だと思って接した方がいいよ。相手のことを思っていたら人の話にかぶせないですもんね。じゃあ早口でまくし立てる人はどういう人なんですか？いろんな理由があるやろうけど、多くの場合相手に反応をさせずに押し切ろうとしている人がそういう話し方になる。つまり相手を論破してやろう、解き伏せてやろう、言いまかしてやろうという気持ちが溢れてるんよ。うちの会社にもいますね。女性社員からすごく嫌われています。相手の話にかぶせてくる人も同類やけどさ、相手を小バカにしてないとそういう行動って取れないのよ。こいつなら言いまかせる、こいつなら有無を言わさず論破できるという気持ちが行動に現れているんよ。そういう人を信用しても何も得がないですね。もちろん全員が悪い人間というわけではないけど、注意や警戒はしておくべきやと思うよ。じゃあ最後のやけににこやかに流暢に話す人はどういう人なんですか？今までの人たちと違う気がします。天使のような悪魔の笑顔って言葉を知っているか？近藤真彦のミッドナイトシャッフルやないか。私の世代だとジャニーズを好きな人でもギリギリ知っているかどうかですよ。すげえ、曲名までバッチリやんか。私は曲名までは知らんかった。冗談はさておき、実際にそういうもんなんよ。天使のような笑顔をしている人ほど警戒しないといけない。そんなんじゃ世の中何も信じられないじゃないですか。その通りよ。簡単に信じる方がどうかしてる。それにやけににこやかに話す人も早口な人もかぶせる人も全部極端な行動だってわかる？あ、確かにそうですね。普通はそういうことしないです。そうなんよ。人間というものは相手を自分の思い通りに動かしたいとき、普通とは異なる言動を取るわけよ。ビジネスの世界では時々騙すことに特化した人間と出会う。だからこそ普通ではない言動に敏感にならんといかんのよ。なんか分かった気がします。その場の雰囲気に飲まれてはいけないってことですよね。その通り。相手が作り出した雰囲気に精神が飲まれたらその時点で負けよ。ビジネスでもプライベートでも騙される人は飲まれやすいんよ。これ日頃から気をつけてないと気づけないと思うんですけど、どうなんでしょうか？そうよ。日頃から他人をよく観察してその裏に隠されている心理を推測してみるといいよ。なぜ今その言葉を発したのか、なぜ今そのポーズをとっているのか、なぜ今笑ったのか。人間は意識的無意識的に言動によって自己の心理を表現しているんよ。怖いんですけど、白熊先生いつもそんなこと考えて生きてるんですか？子供の頃からの習慣やから抜けないのさ。ネットの世界でも人間の心理はよく出てるから観察するといいよ。コメントやつぶやきでやけに強い言葉を使いたがる人とかおるやろ？いますね。誹謗中傷に近いことばっかり言ってる人たちとか、何にでも噛みつこうとする人たち、批判的なことしか書かない人たち。あの人たちも日頃は普通に生活してるはずなんよ。でもネットの世界では匿名であるがゆえに自分の本性が出てくる。現状に不満を抱えていたり、心が病んでいたり、承認欲求をこじらせていたり、自己の優位性、有能性などを示したいという欲求が暴走していたりする。現実世界でうまくいっていないことをネットの世界で実現したいのか。いろんなパターンがあるやろうけど、少なくとも現実世界が順風満帆ならそういう行動はしないやろう？しないですね。なんか人間の心の闇を見た気がします。そうやね。人間は闇深い生き物なんよ。ネットの世界ですらそうなんやから、現実世界で異常な言動をしている人はもっと警戒した方がいいよ。このスキルはビジネスでもプライベートでもどちらでも重要だし、役に立つことだと思っている。確かに私はすぐに他人を信じちゃうので気をつけます。それはそれで美徳なんやけどね。大人になると守るものが増えるから警戒心も持っておいた方がいい。
世の中は善人だけで構成されているわけじゃないからね。一定数悪人が存在するんよ。視聴者の皆さんも気をつけてくださいね。口が達者な人と話すときはちょっと警戒。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。次回の動画も近日中に配信いたします。それでは次回またお会いしましょう。